上流、もう支度済んだ？蒼天堀に戻るんやな。オッケー。キャッスルにはまた好きな時に来れるからな。言うてくれたらすぐヘリ飛ばしたるわ。あんたはもう闘技場のスターやしな。ほな、蒼天堀に戻んで。いらっしゃいませ。ありがとうございました。こっちの要件は分かってるはずだ。花輪はどこにいる？最上階で頭と一緒におりますわ。けどあんたにはまずこいつらが失礼のないようしっかりおもてなししますんで。バットと鉄パイプでか。せっかくだが本気で俺をもてなしてんなら数が少なすぎる。おもろいの。大口叩きよる。わしらにしてみたら、頭はあんたを買いかぶりすぎや思いますわ。義龍さん。口喧嘩で勝つつもりはねえ。せめてそれぐらいはお前らに譲ってやる。その前にわしらへの挑戦権手にしてもらおうか。こいつら倒せんようじゃ話にならんさかいの。おう、わしらに気使うことはない。お前らで始末つけてかまへんで。いつでもいいぜ。来い。
さすがやねん。そやけどここでしまいや。兄貴をやったやつや。お前ら行くぜ。逃がさへんで。
来たの。せやけどそろそろおねんねの時間や。
花は。早かったですね。もっとのんびりでも私は全然平気でしたのに。もう大丈夫だ。よく頑張った。やっぱ伝説の竜いうのは伊達やないな。獅子堂から聞いております。ついさっきあの闘技場を勝ち上がってもうここに。鶴の、随分花輪を可愛がってくれたな。あんたがもっと早う俺らにつく言うてくれてたら、こんな痛い思いせんですぐあの家へ送ったりましたのに。俺はこれあんたのせいや思いますわ。桐生さん、ふざけるな。お前にはきっちり落とし前つけてもらう。俺らにつく気はないんやな。ずっと大道寺に尻尾振って生きていくわけや。そっち行ったとこであんたはこの先何も手にできん。ほんまにそれでええんか。人の心配してる場合じゃねえだろ、鶴野。お前の人生だってここでもう先がねえかもしんねえんだぞ。ほなしゃあないな。よし行くぜ、やってるれ。へっしゃあ。Take it!
あなた一人で助けに来てくれたんですか。言いにくい話なんだがよ他にあんたを助けようってやつはいなかったんだまったく礼を言わなくてはならないようですね。あなたは命の恩人です、上流。まだこれで終わりじゃねえ。なんであんたがこんな目に遭わなきゃならなかったのか、あいつから全部吐き出させてやろう。たっぷりお前をもてなしてくれた礼も兼ねてな。それはいいですね最高です。鶴野、聞きたいことは山ほどあるが、まずはっきりさせときて、お前らのバックにいるのは本当に渡瀬なのか。まだそこから疑われとったんですか用心深いことで。俺は正真正銘渡瀬組の頭や、親父からはこう言われてました。今こそ桐生さんの力が必要やと。近江連合と、それから東条会のために。東条会のため、どういうことだ。あんたにとっても無関係な話しちゃいます。せやけど部外者のおるとこでは話せん。部外者、それはご挨拶ですね。ここまで痛めつけておいて、まだ私を部外者と。やったのは全部獅子堂やったやろ。俺は止めんかっただけや、はあ、これだからヤクザ嫌いですよ。まあわかりました。何にせよ一旦場所を変えましょう。蒼天堀にもいくつか大道寺のアジトがあります。今度は私が聞く番ですが、覚悟してくださいよ鶴野さん。誰かがあなたを痛めつけても私だって止めません。それでお相手ですもんね。桐生さん、これが正真正銘最後のチャンスや。うん。大道寺の首は外すんやったらそいつの口を塞ぐんや、今ここで。そしたら後のケツは俺と親父で持ちます。この先一生そんな奴らの言いなりでっか。そんなんが道島の竜と呼ばれた男の末路かいな。お前らは俺に何をやらせたいんだ。それは近江連合と東条会、この二つを解散さすんです。うちの親父と東条会の六代目堂島大吾、二人の共同宣言って。何？そんためにあんたの力が必要やと親父はそう言うてる。どういうことなんです？親父が来月出所を控えてるのはご存知で。そういえばそのくらいのはずでしたね。無所を出たら近江の本部で大阪中の組員に迎えられます。そこであの人は警察に当てて近江連合の解散を宣言する。今潜伏中の東条会の幹部たちも来る手はずや。そんで両組織の同時解散を宣言する。渡瀬がそれを望んでるのか。大吾たちも。だがなんで。もう極道の実態は暴対法の包囲網でニッチもサッチもいかん。末端の組員が一人暴走しただけでトップがパクられる。使用者責任や言うてな。実際うちの親父も今それで無所におる。
警察や政治家の人睨みで檻に放り込まれるんや。いずれ極道の大門は奴隷の証と変わらんようになるな。だからそうなる前に組の解散。そうです、群れごと首をはめられたら最後、それはもう二度と外せん。極道たちはみんな歯向かうことも逃げることもできずに先細って終わるだけや。東条会の六代目も同じ考えを同じ時期に持ったけど、何万にも膨れ上がった組織を一斉に解散させるとなれば大荒れや。反対する奴も山ほど出てくる。日本一でかい大門しょっと極道たちがや、到底抑えきれるもんやない。ただ伝説の竜と呼ばれるような男がおったら少しは話変わるかもな。おあいにくですが、桐生一馬はもう亡くなっています。そうですね、上流。それともやはり私の口を塞いで鶴野さんに乗りますか。もしあなたがその気なら私には止めようがない。約束します、桐生さん。近江連合最後の仕事や。大都市出し抜いてあんたをもう一遍死んだことにします。そしたらあんたは自分の人生を取り戻せる。悪い話やないでしょう。沖縄の子供たちともまた会えるように。うるせえ、もう黙れ。キリュウさん、花輪を殺すなんざ問題外だ。お前の話に乗る気もねえ。それと二度と子供たちのことを口にすんな。あいつらは俺たちと何の関係もねえ。花輪、こいつで大道寺に無事を知らせろ。それでもうこの話はしまいだ。ええんでっか、ほんまに。いつか必ず後悔します、桐生さん。もう黙れと言ったはずだ。鶴野にはしばらく蒼天堀のうちのアジトで尋問を受けてもらいます。その話によって大道寺の渡瀬への対応も変わってくるでしょう。ああ、あなたは少し休んでから来てください。お疲れでしょう。アジトの場所はまた後で連絡します。珍しく優しいんだな。命を助けていただきましたのでね。ですが一応聞いておいてもいいですか。うん。さっきの状況では鶴野と組んで私の口を塞ぐことはそう難しくなかった。私のような日陰者が姿を消してもまず表に出ないでしょう。すると渡瀬組の提案は決して悪い話ではなかったはずです。また沖縄の子供たちと会えるようになるなら、あなたは私を見殺しにするだけでよかった。なのになぜ助けてくれたんです。俺は大道寺に向かって自分から死んでやるって啖呵切ったんだ。もうこの先の人生に何かを望んでいい立場じゃねえ。そんな俺のために他の誰かを死なせらんねえだろ。さすが伝説の極道。一度決めた筋は必ず最後まで貫き通すというわけですね。そんなんじゃねえ。だが俺の周りにはそうやって
自分を貫いて死んでいった人たちが大勢いる。いつかあの世でその人たちに会った時、恥ずかしくねえようにしときて。もう俺にできるのはそれくらいのもんだ。なるほど。今ので答えになってたか。ええ、十分です。お引き止めしてすみませんでした。改めてゆっくり休んでください。わかった。ただ今更ですが、くれぐれも人目を引かないように。ここは近江連合のお膝元です。あなたの顔を知る人間も多いでしょうから。コースターにようこそ。お願いします。
上流待っとったで。あんたの体が空いとったらこっちは頼みたい仕事がいくらでもあるんや。俺はずっとさらわれていた仲間を助けたとこなんだが、まあ体は空いてる。さすがやな。そしたら早速やけど、実は今キャッスルの闘技場で上流コールが起きとる。ん？なんだそりゃ。あんた目の肥えたキャッスルの客に認められたんや。ニューヒーローとして歓迎されとるっちゅうこっちゃ。今度は前座のカマセイヌとちゃうで。あんたはスター選手としてあの闘技場に求められとる。対戦相手は世界でも指折りのガチ勢や。地下格闘技で言うたら世界最高峰と言ってええやろ。これ聞いてどないや上流。あんたも生粋の戦う魂を持つ男。またキャッスルのあのリングに戻らずにはいられんな。せやんな。まあ確かに嫌いじゃねえよ。だが俺が蒼天堀でやることは大体済んだしな。わざわざあんたにヘリ出してもらってまでキャッスルに行くのは悪い。そんなあかん。何遠慮しとんねん。キャッスルのお客さんたちはみんなあんたが来んのを待ち望んでるんやで。こんなに人から求められることなんてそうそうないわ。うちもあんたの戦う姿がまた見たい。せやからええやろ。今からすぐまたキャッスルに行こう。今からすぐって急に何なんだ。それが実はうちな、闘技場の受付に上流はメインイベントにも出ますって契約してたんよ。なんだと？いや、わざとやないねん。けど受付で登録した時の書類にちっちゃく書いてあったんや。せやから上流には少なくとももう一遍戦ってもらわな、うちが違約金払わなあかんな。頼むわ上流、うちの顔立てるためと思って。そうか、しょうがね。わかったよ。じゃあまたそのうちにな。それもええやけど、今まさに上流コールが来てて、今夜行ったら特別ボーナスが出るんやって。なら今すぐ行った方が断然お得やないな。どうやらマジで言ってるみてえだな。あんな、せやね。いや、あのね、はあ、ん、あかん。
おう。いや。見とんねえ。お疲れさん。上流。ほんまに？ああ。どれにするん？上流。いや。せやな。はあ。せやね。それじゃあ頼むわ。ああ。上流。どれにするん？
あのね、せやね。上流。あんな。お客様、よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしいでしょうか。いえ、はい、どうするかな。どうかな？イケてるか？コーディネート完了だ。どうするかな。どうかな。いけてるか。こんな感じか？どうかな？コーディネート完了だ。どうするかな？いけてるか？イケてるか？コーディネート完了だ。どうするかな？どうかな？
んな感じか？似合うか？コーディネート完了だ。どうするかな。こんな感じか？どうかな？イケてるか？コーディネート完了だ。お客様。ええ。またお越しください。いらっしゃ。いらっしゃいませ。ありがとうございジョリュー様。ああ。はい。ジョリュー様。おおきに。あのね。あんな。せやね。おおきに。お。はい、少々よろしいでしょうか。はい。あの
ほんまに？いえ。兄貴。兄貴。いや。いえ。堪忍だ。はい。せやね。ええ。はい。せやな。よろしくお願いします。はい。上流。ありがとうございます。はい。ええ。せやな。よろしくお願いします。はい。ええ。上流。その通りです。上流様。ええ。せやね。上流様。We'll be right back.
上流様、はい。ああ。あんな？せやね。あのね。はあ、せやな。あんな？はあ。あのね。ああ。
ちらはアントに落ち着きました。小福町西にある女盛りというクラブの脇道を奥へ、金網に囲まれたドアがあります。あなたもそちらへおいで願いますか。鶴野はどうしてる。特に問題ありません。おとなしいものですよ。わかった、俺もそっちに向かう。上流、こちらへ。ああ、大道寺は蒼天堀にもこんなアジトか。全国主だった町には大抵ありますね。ただ普段からこんなに人が詰めているわけじゃありません。我々にとっても緊急事態なんですよ。あなたの生存がどこまで近江連合に嗅ぎつけられているのか、そしてこの状況にどう対処すべきか検討中です。するのもここにいるんだな。ええ、あちらの取り調べ室に。別に手荒く扱ってはいません。もちろんこの先もずっとそうかといえば保証しかねますが。あれから何か聞き出したか。いえ、あなたと一緒に聞き出した以上のことはまだ。よく無事に帰ってこられたな、花は。ご心配をおかけしました。しかし、いつ大阪に。あなたを呼んだ覚えはありませんよ、吉村さん。主任からお前を補佐するよう言われてきたんだ。そう邪険にするな。あんたは保身が先走って仲間を見殺しにするやつだ。歓迎されるとでも思ったが。花は救出についてはご苦労だったな、上流。ただし組織の命令に逆らった事実は残っている。特に俺の記憶からは絶対に消えない。それで何か用があったのでは。主任がお前と話したいそうだ。こちらです、花輪さん。主任とつながっています。わかりました。上流も一緒にということです。お聞きの通りです。こちらへ。主任ってのは。大道寺一派の幹部という認識でよろしかろうと思います。実は私もそれ以上よく知りません。影の指揮官ってわけか。緊張しろとは言いませんが、せめて茶化さないでください。私にも立場というものがあります。来たか、花輪君。それと彼が上流だな。ええ、私の命を救ってくれました。とはいえ、花輪君がピンチになったのは元をたどれば
その人が存在を嗅ぎつけられたせいでもある。いえ、近江連合の渡瀬が一枚上手だったんです。先日の金塊密輸は桐生一馬の生存をあぶり出すための茶番でした。我々全員が出し抜かれたんです。何にしても今の状況は大道寺と桐生さんの約束と違うものだ。彼は一切の情報を漏らさないように自分から死んでやると申し出たんだからな。自分の生存を隠し一生表に出ないという条件で我々と折り合った。約束は守ってもらわなければ意味がない。そうじゃないか桐生さん。俺にどうしろってんだ。あんたの死亡を覆す情報は全て抹消する。手始めに今そこに身柄を押さえてある鶴野、その弟分獅子堂、そして花輪君をいたぶってくれた鶴野の手下どもだ。みんな渡瀬組の組員だろう。全部で何人になる？何？25名です。お前らまさか皆殺しにする気か？もう一人、渡瀬勝も加える。殺す以外に口を塞ぐ方法があればな。相手がヤクザとはいえ私も大道寺って組織の冷酷さには怖くなる。しかしそいつに逆らったら次は自分の番だ。君も自分の身が可愛ければ誠意を見せないとな。桐生さん、お気持ちはわかりますが、ここは逆らわないでください。何？大きな組織です。秩序を保つには常に掟が鉄の硬さを持つと示さねばなりません。あなたが約束を交わしたのはそういう相手です。もしそれを軽んじるような真似をすればペナルティーを受けるのはあなただけじゃない。あなたが人生を捨ててまで守ろうとした人たちもです。わかりますね？キリュウさん、今度はあんたが取り調べよう。待て、俺はまだ言うてない情報がある。構わんよ、もうヤクザの情報などどうでもいい。分かってるな上流、これはお前が忠誠心を見せる場だ。彼の言う通りです、残念ながら。くっ、あんたにはめられてる首輪はそこまで重いっちゅうことですか？上流、お前ら下がれ。鶴野、お前は行け。この建物さえ出りゃ助かる。外には近江連合がうようよしてんだ。やっちまったな上流。何やってる鶴野、行け。この後はどうする気だったんです？あなた一人なら逃げるのもいいでしょう。でも沖縄の子供たちは。黙れ！あいつらに手出しはさせねえ。なら、あなたは取り返しのつかないミスを犯しました。残念ですよ、本当に。判断を誤りましたね。
駒は処分さ。すぐにその電話を切ってください。朝顔にかけているんでしょう。子供たちに逃げろとでも言う気ですか。もう手遅れです。私にこんなことをさせるなんて恨みますよ。桐生さん、すでに大道寺のエージェントが位置についています。沖縄の朝顔の前に今子供と同じ数の人員が控えています。花は、もしもし、どちら様でしょうか。もしもし、もう切りますよ。アラートを出せば即座にこうした体制が取れる。大道寺一派は正しくあなたを警戒していました。リアルタイムの映像です。皆さん手を振ってください。
わかった、花は。連中を朝顔の前から引かせてくれ。頼む。あなたが服従の意思を見せてくれればすぐにわかるでしょう。私もこんなことしたくないんです。桐生一馬が上流に戻りました。朝顔を離れて結構です。あとはこちらで。本当に残念です、こんなことになって。なんてバカな真似をしたんです。あなたは鶴野を撃つべきだったんだ。何をやった。